発祥地ライターボートレース大村日本財団会長杯2024夏の地元戦お盆シリーズ7日間のロングランを制するのは誰でしょうか。優勝戦第12レースです。1号艇は石橋道友。大村前回7月の優出は1号艇インからコンマ00タッチスタートを見せましたが、フライングで先行した艇に抑えられ2着の苦い結果でした。その雪辱も果たす気概で挑んでいきます。2号艇は村上亮。今シリーズ10走中トップスタートこそ1回だけですが、平均タイミングコンマ09、ここもスタート A 発で外をシャットアウトするでしょうか。3号艇は坪口達也。ホーム8度目の優出、悲願の地元優勝を目指します。そして4号艇山口真希子です。角に下げていきます。モーターフィナッシュは別格にシリーズ最多の6勝マーク、初優勝 V ゴールへ期待の声が高鳴ります。5号艇は間庭博士。ファイナルは船足の上積みを図ってピストン2つを変えてきた間庭。そして6号艇下條雄太郎。大村2021年の優勝は6号艇6コースから。そして今年3月宮島モーターボート大賞 G2 初優勝も6号艇6コースからです。優勝戦第12レース、新入幕なり3対3の体型です。スタートしていきました。ほぼ揃いました。確定ゼロ台入ったような動きで1周目1マーク、インコース1号艇石橋の先手、2番が差しに向け、3番外再位置、切り込んできた4号艇山口でしたが、先頭1号艇の石橋すでに3停止のリードを奪っています。2番手は4号艇山口と外に3号艇の坪口が並んで、あとは6番5番2番と並走。スタートは前提正常です。さあ2マーク殺到は2着争いになりました。4番と3番と5番がもつれてきました。先頭1号艇石橋は抜けています。競り合っての2番手再び中枠の2人で、3号艇の坪口と外に4号艇の山口真希子、後続艇考えて5番、そして2番6番の順、2周目の第1ターンマークです。先頭は1号艇の石橋、そして4番流れている山口、インコースから3号艇の坪口が先行リードを2点進奪った格好です。上位体型は1番3番4番の体型。レースは間もなく2周目の第2ターンマークを迎えます。先頭1号艇石橋、ぶっちぎり体勢を取っていきながら2マークを運んで、3号艇の坪口、外は4号艇山口握りましたが坪口を抑えました。体型は1-3-4の体型。後続5号艇の間には2号艇の村上、そして6号艇下條です。最終周回1マーク、ここは堂々の陰線披露して石橋道友、主導権握って優勝に向かう。トップは最終1マークを旋回、接戦から上がっての2番手です、3号艇の坪口。そして今シリーズ見せました4号艇山口真希子、3番手構想。体型は1番3番4番。石橋が今年 V3 通算37回目、そしてミスター大村こと大村で23回目の優勝へと向かいます。1-3-4の組3連単オッズは 10.9 倍を示しています。先頭1番石橋優勝のゴール、2着3番坪口、3着4番山口、そして5番間には2番村上、6番下條ゴール。